オーストリア・ロシア・トルコ戦争は18世紀にロシア帝国、オーストリアとオスマン帝国が東、ヨーロッパ・バルカン半島を主戦場として衝突した戦争である。開戦自由は1735年末にクリミア半国がヘイチマン国家を襲撃したこととクリミア半国のカプラン一世儀礼がカフカース地方に攻撃を仕掛けたことであった。1736年には ロシア軍がアゾフとクリミアのダッシュを目論んだ。戦争直前の1735年、ロシアはアフシャール・アサ・ペルシアの支配者、ナーディルシャートギャンジャ条約を締結し、1722年から1723年までのロシア・ペルシャ戦争で獲得した領土を返還した。ロシア軍の1736年戦役1736年5月20日、 プルクハルとクリストフ・フォン・ミュンニヒ元水率いるドニエプル軍62000は、クリミア領ペレコープ要塞を強襲し、6月17日にバフチサライを占領した。クリミア軍は、ロシア軍の撃退に失敗し、1736年、1737年、1738年と、次々に撤退に追い込まれ、クリミア貴族は山間部へ、 フェトフ二世議礼は会場への逃亡を余儀なくされた。ロシア軍によりゴズレフ、カラスバザール、バフチサライ宮殿が焼き打ちにあい、さらにアゾフの要塞が陥落するとカプラン一世議礼とフェトフ二世議礼は無能だとしてオスマン帝国に配備された。しかし1737年から1739年までは薬病が流行した年であり、 すべての交戦国が影響を受けた。ミュンニヒは、戦場上で分かったものの、薬病と補給の不足により、ウクライナへの撤退を余儀なくされる。6月19日、ピョートルらし将軍率いるドン軍28000は、ピョートレブレガール率いるドン川将艦隊の援護の下アゾフ要塞を奪取した。1737年7月には、オチャコフを強襲して落とした。 ラシの軍4万人は同月クリミアに進軍してカラスバザールを占領したが補給の不足でクリミアから撤退した。結局1736年のクリミア戦役はロシアが3万人の損失をこむってウクライナへ撤退する結果に終わった。オーストリアはロシアの初戦での勝利を見て1737年7月に参戦したが 1737年8月4日のバニャルカの戦い、1739年7月のグロッカの戦いで敗北し、さらに1739年7月から9月にかけてのベオグラード包囲戦でベオグラードまで占領された。1737年8月、三国はネミーロフで平和交渉を開始したが不調に終わった。 1738年は大規模な戦闘がなかったが、ロシア軍は薬病によりオチャコフやキンブルン半島からの撤退を余儀なくされた。1739年、ミュンニヒ元帥率いるロシア軍は、ドニエプル川を渡って8月17日のスタブチャヌイの戦いで、オスマン軍に勝利、19日にホティンの要塞を占領、続いてヤシの要塞も占領した。しかし、 オーストリア軍はグロッカの戦いで敗北8月21日にベオグラード条約でオスマン帝国と単独交和した。これはロシアの勝利を警戒した可能性もある。オーストリアが脱落した上にスウェーデンによる侵攻の恐れもあってさらにオスマン帝国がスウェーデン、プロイセン、ポーランドと同盟を締結したためロシアは9月29日の二種条約で オスマン帝国との講話を余儀なくされた。講和により、ロシアはアゾフの領有を確定し、ザポリージャへの支配を強固にした。しかし、アゾフの領有は、要塞建築の禁止という条件付きだった。オーストリアにとって、戦争は、大敗に終わり、1718年のパッサロビッツ、条約で得たオスマン領をすべて返還するという、散々な結果となった。ロシア軍は、 戦場ではより成功したが、薬病で数万人を失った。オスマン軍の死傷者と脱走者は、概算が不可能だった。ミュンニヒが立てた計画は、懸念を無視した大胆すぎたものだったが、彼の近代化したロシア軍は、旧大然なオスマン軍に対して優勢であるとする、見込みは正しかった。日種条約の後、オスマン帝国は30年間の和平を享受した。というのも、 隣国や伝統的な敵国が他の戦争に手を焼いていたからであった。東のアフシャール・アーサとはナーディルシャーが暗殺されるまで数度戦ったが、西と北のオーストリアとロシアは1740年から1748年までのオーストリア継承戦争、続いて1756年から1763年までの7年戦争に暴殺された。しかし、 30年間の和平は、オスマン軍をヨーロッパの戦場から追い出し、戦争中に進歩していった、戦法、発明などから置いてけぼりになり、軍事的にはマイナスだった。戦争はまた、ロシアとクリミアタタールの力関係を明らかにした。戦争中、クリミア軍は、ロシア領への襲撃をうまくできず、逆に伝統的に使われてきた守備ラインの、 ペレコープチ教を1736年から1738年まで3度も突破され、山間部への逃亡を余儀なくされ、コズロフ、ベロゴルスク、バフチサライ宮殿が焼き打ちに遭う結果となった。1768年から1774年までのロト戦争では、ロシア軍が再びクリミア半島に侵攻、講和においてクリミア半国を オスマン帝国の保護から切り離した後、1784年にクリミアを正式に併合した。ありがとうございます。